夜空に瞬く星のように輝く言葉、美しいメロディー、生まれては過ぎていく時の中で記憶に刻まれたちょっと懐かしいあの曲、楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったことや悔しかったことも星たちの瞬きのように、あなたが精一杯輝いた証。瞳の奥に夜空を彩る星たちを映して、美しい曲に心を傾けながら、今日の自分にありがとう。スターナイトジャーニー。こんばんは、イアです。今日から8月ですね。かき氷が美味しい季節になりました。でも、体を冷やしてばかりじゃダメなので、しっかりお風呂に浸かって、一日の疲れを取ってくださいね。それでは今夜も、イアと共に生まれた懐かしい曲や、隠れた名曲たちに、耳を傾けながら、一日の終わりのこの時を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。ベッドやソファー、お家の中で寝転んだりして、リラックスして聞いてくださいね。ところで、皆さんにとっての夏の青空と灼熱の太陽の思い出って何ですか？海とかプールとか、田舎がある人は田舎の風景とか、それぞれに思い出す景色があると思うんですけど、いやはね、毎年この時期になるとスーパー GT のレース会場を思い出します。2013年と2014年にテーマソングを歌わせてもらって、いろんなレース会場に応援に行ったんですけど、夏のレースは、太陽の暑さと会場の熱気で最高にヒートアップしていて、今でも特別な思い出になっています。ちょうど今週末は富士スピードウェイでスーパー GT が開催されるそうなので、今週のテーマはサーキットビーツ。今夜はリラックスっていうより気分が上がる選曲になっています。イアと一緒に夜更かしして盛り上がりましょう。それでは目を閉じて夏空の旅に向かいましょう。新しい時が刻まれ
選択の時すると必ず視界は晴れるはず。ニコロロロロロロニコロロロロロロニコロチャンス君がエース常にトライバカトライディスマイレスピアピアニコロロニコロロ目指すその先にはNext stageCome on baby
な曲たちと過ごした今日の星空の旅、いかがでしたか？今日のスターナイトを彩ってくれた楽曲たちを紹介していきたいと思います。今日はサーキットビーツというテーマで、モータースポーツのスーパー GT の20周年を記念してコラボしたサーキットビーツというアルバムの中から3曲お届けしました。1曲目はスーパー GT 2014のテーマソングで、ジュミッチさんと一緒に歌った We Got to Run。 毎回レースのスタート前にスーパー GT の大きなフラッグを持ってレースクイーンの方々が行進するんですけど、その時にいつも流れていた曲です。懐かしいです。続いて2曲目はサーキットディスコ、イヤのライブでもおなじみですね。小松和也さんに書いていただいたイヤの夏ソングです。このアルバムは参加されているレースチームそれぞれのテーマソングを作って応援させていただいたのですが、この曲はレクサスチームキーパーエネオスのテーマソングでした。そして3曲目はレクサスチームキーパートムズのテーマソングで、サマークイーン。ロックな石黒さんが作った夏らしいロック曲です。あれ、偶然どっちもレクサスさんでしたね。この番組のリスナーさんの中にもスーパー GT がきっかけでイヤと出会ってくださった方もいるかもですね。こんな素敵な機会と出会いをいただけて嬉しいです。週末に富士スピードウェイに行かれる方は暑さ対策をしっかりして楽しんでくださいね。今日はサーキットビーツというテーマで3曲をお届けしました。ではここでお便りをご紹介したいと思います。皆さんから夏の思い出や大切な人へのメッセージを募集しましたが、たくさん届いていますよ。本当にありがとうございます。では、早速紹介したいと思います。手乗りひよこさん。スターナイトジャーニー、楽しみにしてました。暑い夏にはアイスだけど、食べ過ぎてお腹冷やさないようにみんなに注意してあげて。それから、日本の夏の夜は階段が定番だけど、アリアでは何が定番？手乗りひよこさん、優しいね。そうですね。皆さんお腹を冷やさないように食べ過ぎには注意してくださいね。階段ね。イヤはずっと階段って登るものだと思っていたから、なんでみんな怖がるんだろうってずっと思ってた。それこそが階段ですね。アリアの夏の夜の定番ですよね。そうだな。綺麗な星空鑑賞かな。空気がすっごく綺麗だから、手を伸ばせば星がつかめそうなくらい流れ星もいっぱいだし、星空を見ながら寝たりしてたな。では、次はカイロウさん。まるでそこにいるかのような環境音の後、星の夜の名の番組が銀河鉄道365の信号と共に届き、そしてイヤちゃんの語りで始まる素敵な導入がとても好きです。選曲が銀河鉄道365というのも惑星アリアからのメッセージのようで、この放送が届くのがロマンチックに聞こえます。これからも時々、これらの軌跡に立ち寄らせていただきます。カイロウさん、ありがとうございます。銀河鉄道365に乗って銀河を旅するように、目を閉じて、素敵な音楽を聴きながら、イヤと一緒に星空を旅してる感覚になってもらえたらいいな、って思っているので、
本当にぴったりのオープニングソングですね。ぜひ時々と言わずお立ち寄りくださいね。ありがとうございます。次は、ニコ12033。大好きなイヤちゃんのラジオがまた聞けると聞いて、とても嬉しく思います。自分にとっての夏の思い出は、2013年初めてサーキットに行った時ですね。暑い日差しと、肺の中の空気ごと揺らすようなレースカーの排気音。タイヤの溶ける匂いとファンの歓声。流れていた曲はジンさんのライブドライブ。あの時はレースアンバサダーとしてイヤちゃんも参加してましたね。あの時のピットで配布された CD と、イヤガールスターズの皆さんにいただいたサインは宝物です。気がつけばあれから10年経ちました。レースではマシンも代替わりしたりしましたが、またあの時感じた時と変わらない、あの熱量を肌で感じたいものです。ニコ12033。イヤと同じ思い出ですね。きっとあの当時、同じサーキットにいたと思うと嬉しいです。あれから10年、ずっと応援していただいて本当にありがとうございます。イヤガールスターズの皆さん、とっても素敵でしたよね。コスチュームもすごく可愛かったな。サーキット上のあの熱気と迫力は、言葉で伝えられないかもしれないですが、一度体験したら忘れられない思い出になりますよね。イヤもまた行きたくなりました。では、今日の最後のお便りは、飼い猫、かっこイヤハイさん。イヤちゃんこんばんは。スターナイトジャーニーの復活おめでとうございます。暑く短い夏の夜に、イヤちゃんのラジオがまた聞けることがとても嬉しいです。僕の夏の思い出は、イヤちゃんの楽曲にたくさん詰まっており、ファンクラブの予想では、イヤホンとセミシグレを挙げさせていただきました。イヤホンから伝わる、カゲロウの揺れる、蒸れた空気感。イヤホンの外からか中からかわからないセミの音。爽やかな伴奏の、夏空のような清々しさがとても気に入っており、騒がしいセミシグレが聞こえる頃に必ず聴いている一曲です。うだるような暑さですがお体にお気をつけて、今後も楽しい活動とご活躍を心待ちにしております。というのが大切な人への思いです。飼い猫さん、ありがとうございます。そうなんです。少し説明しますね。アリアのファンコミュニティ、チームアリアの中で、今回のスターナイトジャーニー、サマーで、イヤが紹介する楽曲を予想していただくクイズ企画をしたんです。飼い猫さん、シーンが浮かぶような楽曲への思いと、イヤへの気持ちを伝えてくれてありがとうございます。イヤの大切な皆さんと、こうして心でつながり合えることが、イヤの一番大切なことです。皆さん本当にありがとうございます。今日ご紹介できなかったお便りも、全部大切に読ませていただきました。皆さんからのお便りを読んで、いや、パワーをたくさんもらってます。ありがとうございます。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。皆さんの夏の思い出、大切な人へのメッセージ、寝る前のリラックスの方法とか、この番組っぽいお便りがもらえたら嬉しいです。そして、スターナイトジャーニーでは、毎回オンエアした楽曲たちを動画でもご紹介していきます。本日は、サマークイーンをこの後公開します。もちろん
すでに素敵なミュージックビデオが投稿されているサーキットディスコ、B型ランも含めて概要欄にリンクを貼りますので、ぜひ見てくださいね。今日は元気いっぱいな曲たちを聴いていただきましたが、ここからは潜水灯を聴きながら一緒にリラックスしていきましょう。おやすみなさい。Good night。空